普段例えば勉強してる時に過去問とは別で天気図とかも見てらっしゃったんですか？予想図とか、テンコロだけラジオっぽい TV で、はい、テンコロさんが解説してるやつ見てる。それだけとりあえずダウンロードしてみようみたいなぐらい。あ、なるほど。いや、ダウンロードというか動画を見てる。あ、動画ありがとうございます自分ではね、あんまりちょっとやんないです。あ、でもだから、なんていうのかな、なんか本当になんか気象なんかな、本当 今起こってるその気象そのものにね興味がある、興味あるんだけど、はい、興味あるのは試験の問題を解くことに興味あるかもしれない。なんか面白くなってきたみたいな感じがする。あ、それは面白いですね。だからさっきも言ったけど、僕2年前に1回リーチして、それでダメでちょっと一般と専門取り直しになってね、はい、ちょっと記録がなくなって、はい、しばらく放ってたんですけど今回はまあちょっと勉強、去年の秋ぐらいから防災プロにも行ったでしょ、はい、で頃からちょっとまた真面目にやり始めて、はい、今年の冬の試験でね、もう受かんじゃないかなと思ったんですね、はい、けど受かったらね、受かったら勉強しなくなる自分っていうのは分かってたんでなんかもう受かりたくない、なんかねちょっと変な言い方ですけど、受かったら俺も温度表のこと考えないなと思って、これがちょっともったいないなってことになったんですよね。だからしばらくなんかこんななんかね、はい、趣味みたいななんかその自分のなんか参考書みたいなのをね、はい、作るっていうのを楽しいじゃないですか、こういうの。そうですね。中学生のなんか夏休みの宿題みたいじゃないですか。だからこういうのを試験受かったらもうやんなくなっちゃうなって考えると、はい、なんかもったいないなっていうね気もあったんですよね。だから試験はやっぱ勉強するための、まあ、目的でありモチベーションであるので、今後もだからこれをきっかけにしてね、試験問題じゃなくて、はい、もう日常の気象プロダクトをよく見て、19号も来てますしね、はい、19号も来てるし、ちゃんと本当自分なりに快適してみるとかね、やんなきゃなっていうふうには思います、ね、っていうのだから要するに試験っていうのは日がね決まってるじゃないですか。決まってるからあとこんだけしか勉強できないな、あと3週間あと1週間ってなってきて、こんだけ勉強まだなんかあと1ヶ月だったらこんだけ勉強できるのにって、こんだけ理解深まるんだけど1週間でリミットしちゃうなっていう、ね、締め切りしちゃう。だから受かったら受かったでなんかもったいないなっていう気持ちがちょっと1ミリぐらい、ね、いや受かったらいいんですよ、分かったら決まってんだけど1ミリぐらいあるんだそうこうしているうちにお料理が何の説明が、ね、しそうなお料理すげえ取り分けてくれているすいません。だからまあ本当ね、僕らは趣味だから、はい、自己満足でやってるので、まあこういったなんかノートもね、ひょこさんが持ってくれてもこのノートについても、うん、もう自己満足の時間ですよ、はい、まあいろんななんか参考書あるけど自分のノートが一番のテキストだっていうふうにねできればいいわけで、はい、だからこういった作業もね試験準備とかもやってるんで、はい、試験受かったら終わりになっちゃうのもったいないなみたいな気がしますよね。これ予報士取ってですね、今後こいつを使って、まあ、趣味でも何でもないんですけど、なんかしたいなみたいなのあるんですか？基本的にね、僕の業務とは全く関係ないですよ。全くないから、お天気おじさんになる必要は多分なるのは多分なくて、ただね、僕はね、根っからっていうか自分で持ってるのはインストラクター体質なんですよ。イントラ体質、はい、で非常にね先生方に興味があるんですよ先生方に、はい、で僕も湘南ダイブの関さんと一緒で、はい、スクーバダイビングのねイントラなんですよね、はい、でスクーバダイビングやってて僕が一番海の中でね会えて嬉しい生物ってイントラのガイドなんですよ。ガイドそれ人間ってことですか？そうガイドさんが一番面白い。ガイド見てると
ガイドがどういう風に海の中でストーリー作って我々を楽しませようとしてるかっていうね、その辺のテクニックが面白いんですよね。だから僕はね、インストラクターがすごい感覚するの好きなんですよ、はい、だからいろんな講座に行って、この先生 の、 教え方はいいなとかね、あ、これ盗みたいとか、この言い方がいいよ、この人はちょっと努力必要とかね、この人は受験生と一緒に成長していきましょうとかね。あ、だからこの人が、あ、いいこと言ったっていうのを書いてるんですよ。俺だったらこう教えるのになみたいな、はい。え、じゃあ気象予報士も先生になる、1ミリぐらい可能性、1ミリ1ミリだから 1% 0.1% なんかダイビングとかも天気関係あるじゃないですか、はい、自分で解析して今日は良さそうだなみたいなのができたりする、ね、そもそも気象予報士試験に取り組もうと思ったそのきっかけは、まあ、僕もガイドでありインプラなんですけど、自分のホームじゃないね、あのところに行った時に地元のガイドさんが午後から風が西に変わるから早く出航しようよってね、早く船出すよっていうのがね、かっこいいんですよ。だから僕が言いたかったのは午後から風が西に変わるから、それを言いたかっただけなんです。でそれで気象予報士の試験を始めたらね、まあ、西に変わるのはそれはなんかね、分かるんだけど、いや物理と違うじゃねえかと思って、で困ったなって。素晴らしいです。それはもう最高のモチベーションですね。面白い話がいっぱい聞けた気がする。なんかアドバイスしようか、受験生に。あ、お願いします。直前対策としての勉強法の一つとして、あのサニースポットさん の、 あのオンラインのあるじゃないですか、なんかあの十何年分かの実技の過去問の、あれはね、解析のための資料はね、非常に見にくいんで、ほとんど真面目なくていいんですけど、僕がやったのはね、もう回答だけ読むんですよ、回答だけ。回答だけ読んで、何がどういう問題なのかなっていうふうに、ね、考えてから問題見るみたいな。すごい、それは組むならテクニックを、勉強方法として。それを繰り返しやっていく、やると時間もかかんないですよね、時間もかかんなくて。ただそれでね、原理原則は結構体の中に入るっていうかね、加えて業務支援センターの好む日本語がだいぶ慣れるっていう、これあるんです。でそれとね、直前はね、問1と問4か5か分かんないけど最後の問題、ね、それだけやるっていうのは、あそこって絶対落としちゃいけないじゃないですか。そうですね、だからもうとにかく問1と最後の防災のとこね、そこを全部本当の十数年分一気にやって、そこはもう絶対自信あるよっていうふうにしとくと試験にもスッと入れる。だから直前3日間ぐらいは、はい、あとエマグラムでちょっと遊ぶ、それとこれは島内先生おっしゃってますけど、やっぱ延直行、立体行動ですかね、京子先生と島内先生おっしゃってた立体で捉えるっていうのは、本当にお風呂入ってたりね、ジョギングしたりしてるときに考える感じでする方がいいかな。今回もあったんですよ、問題で2次元をね、3次元に変換する、頭の中で変換するっていう、なんかそのイメージをね、練習しとくっていうのは非常にいいなと思います。目から鱗、今回は視聴率高いよ。ラジオポイントで視聴率高いよ。回答から問題を想像するとすごい高度な作品ですね。でもすごい力になると、うん、それがね、時間かかんないですよね、うん、だから過去10年分やれって言われたら絶対嫌なんだけど、もうオンラインでね、問題もう回答をバッと読んで、どういう問題っていうふうにやっていくと、暇な時間に、隙間時間にできるんで、我々はね、隙間時間にやるしかないから、それはすごいおすすめ。どうもすいません、なんか長々と教えていただきましてありがとうございました。大変勉強になりましたね、島下さん。やっぱり分かったことは、はい、合格される方は大変よく勉強されている。結論はそうですね、やっぱりそうだった、やっぱそうだった、ノートも素晴らしい。
もう読み取って理由、量的判断と時間経過、目の前にある材料で判断。これちょっとすごいスローガン。そうスローガンですね。すごい、これすげえ。ありがとうございました本当に。そう。あ、そしておめでとうございました。ささやかですけども。はい。私から合格のお祝いっていうんで。ありがとうございます。合格のお祝いに、はい、これどうぞ。どうもありがとうございます。なんだろう。パチ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 。はい。なんだろう。なんだろうって感じなんです。私もわかんないです。あ、なんか、もしご覧になった本だったら。雲ですね。雲。あ、いいですね。武田先生の。武田先生の本ですね。ありがとうございます。虫でしたよ、すみません。僕ね、雲の持ってます。これじゃないですけど、持ってます。武田さんの本、写真集。あ、ありがとうございます。はい。セキュラム大好き。そうですね。あ、セキュラム大好き。はい。勉強の本じゃなくて、なんか楽しめる本の本。そうですね。うん、多いのかなと思って。E-Learning のテンコロ気象予報士講座は年中無休で開講中。ないないない、スクールはない。ないないない、スクールに通う時間がない。そんなあなたに E-Learning のテンコロ気象予報士講座、まずは無料でアカウント登録してみよう。